皆さん、こんにちは。歌舞伎俳優の小野駅久之けさん。小野駅久之けが家族と離別や江隅蒔子との破局理由について紹介します。まずは、小野駅久之けの経歴とプロフィールから紹介します。五代目小野駅久之けは、日本の俳優、歌舞伎役者、野郷は音羽や縄門は重ね奥義に抱きかしは河門は四つは、歌舞伎名跡小野駅久之けの灯台本名は寺島和康。 青山学院大学中退、高賞身長173センチメートル、小等幼稚園、青山学院初等部、青山学院中等部、青山学院高等部を経て、青山学院大学文学部中退、可憐な美貌と清潔な色気で、小坂田も二枚目も魅力的に演じる、現代の歌舞伎を担う若手スターの一人、また、 歌舞伎以外にも蜷川幸雄の舞台などにも積極的に出演している。その縁で、2005年にシェイクスピアの儀曲、十二夜を歌舞伎演目として蜷川に演出を依頼している、市川魂監督のリメイク版、犬神屋の一族。2006年公開では犬神松子の長男犬神佐生役で出演したが、犬神松子役は実母である藤住子が演じ、スクリーン上での親子共演となった。 父は歌舞伎役者の七代目小野菊五郎。母は女優の藤住子。姉は女優の寺島忍。生後にヶ月の自鉄子の部屋に母親と共に出演している。2009年12月7日に菊之助が単独で出演した際には最年少ゲストと呼ばれた2013年2月、二代目中村吉右衛門の四女陽子と結婚し、11月28日に第一市長男が誕生した。 2015年7月14日には第二子長女。2017年9月4日には第三子次女が誕生。2019年5月3日、令和元年5月大歌舞伎、断菊祭の絵本牛若丸において長男が初舞台を踏み、自身の全名である小野江牛之助を7代目として襲名した家族と離別について、21年の記事があります。東京国立劇場のロビーには手慣れた所作で、 公演者に挨拶して回る紫の着物姿の藤純子の姿があった。公演中の新春歌舞伎四天王三重土房には、夫尾上菊五郎、長男尾上菊之助が揃い踏み。主演のシーンでは日曜の名キャウハッピーが流れ、菊之助らが縄跳びダンスを披露するなど観客を大いに沸かせていた。藤は梨園の妻の傍ら。 女優として16年ぶりに主演した映画椿の庭も2021年に公開される孔子とも順風満帆に思える藤だが実は深い悩みを抱えていた長男の菊之助さんとこの2から3年ほどまともに口を聞いていないそうです密月だった親子に一体何があったのか13年2月菊之助は中村吉右衛門の四女京子さんと結婚歌舞伎界は湧いた 富士山の幸せの頂点は、和康さんの結婚だったでしょう。嫁の陽子さんは、おト屋の後継ぎを生み、ご実家の播磨屋さんのお客さんまで引っ張ってきてくれましたから、新婚生活は、都内の一等地にある実家の二世帯住宅で始まった、2000年に新築された3階建てで、建物の持ち分3分の1は、菊之助さん。藤は嫁の陽子さんに朝は必ず。 10種類以上の野菜を使った自家製ジュースを作るといったおト屋ののろはを教え込みました。結婚した年の11月には、第一子長男和文くんが誕生。菊五郎、吉右衛門という人間国宝の祖父二人を持つエリートだ。菊五郎さん以上に、吉右衛門さんの喜びは相当なものでした。吉右衛門さんのところは娘四人でしたから。 ウイマゴの男の子に自分の芸を伝えられると満面の笑みでした。菊之助夫妻の共同名義で4億円を借り入れ、その4年後の15年7月、菊之助夫妻に第二子の長女も生まれた。その頃から菊之助さんは子供2人で手狭になったと2世帯住宅を出ると言い出しました。その転居先が仮住まいの賃貸物件ではなかったから問題となったのです。 菊之助は16年11月に都内一等地にある超高級新築マンションを、陽子さんと共同で約4億円を借り入れして購入していたのだ。富さんは長男が家を守ってくれるように二世帯住宅を建てたわけですから、これは醍醐さんです。実家を出て行っただけでもショックなのに、しばらくして夫婦共同名義で4億円もローンを組んだことを聞き、音羽屋として面ンが立たないと感じたようなんです。 陽子さんの父、吉江門さんのバックアップがあるから、それだけ借りられるということですから、これを機に、藤と菊之助夫妻との間に溝ができたというのだ。藤さんは、菊之助夫妻には、音羽屋流を貫いてほしいと思っています。和文くん誕生後は、より一層、その思いが強くなったと言います。ただ、陽子さんにとっては、和文くんに父の張馬屋流もどこかで受け継いでほしい思いもあります。 孫に少しでも多く会わせたい気持ちも募ります。菊之女さんは、マヤの将来も見据える陽子さんを守りたい一心で、新居を購入し家を飛び出したようなんです。1月中旬、国立劇場の舞台を終えた菊之助は、家具店でバスマットを購入後、タクシーでその超高級マンションへと帰っていった、全室の講演会関係者が語る。菊之助夫妻には、 17年9月に第3子となる次女が誕生しています。歌舞伎界では珍しく周囲に極秘にしていたのは、すでに実家を出ていることをあまり知られたくなかったこともあったと思います。19年には珍しくバラエティ番組に出演してうちの母は天然と、藤さんが自らの誕生日を1ヶ月間違えたエピソードを楽しそうに話していたのですが、藤を直撃すると、19年5月、 和文ふくんは、小野江牛之助を襲名して初舞台を踏む。会見で菊之助は、父、楽譜のお芝居をどんどん見て、古典の面白さ、奥深さを追求してほしいと熱弁。鬼兵吉右衛門もジジバカへと表現した、手取り足取り芝居を教えていました。ただ、コロナ禍以降は会うこともままならなくなり、陽子さんがつなぐリモート対面が精一杯。吉右衛門さんは寂しくて、孫の絵を描いていたほどです。 現在、吉右衛門さんは体調不良で歌舞伎座を救援中です。そんな吉右衛門さんを支えているのは、孫からの電話と孫が歌舞伎の世界で、はつらつと生きられるよう土台を作らなければという、信念だそうです。吉右衛門は、陽子さんに針間屋を継ぐ二人目の男の子を期待しているという、東大の吉右衛門さんも、高来屋から養子に入ってまで守り続けた針間屋の芸ですから、孫に継いでもらいたいと思うのが本心です。 この3月には自分が監修を務める国立劇場の座頭に菊之助さんを起用しています。藤さんは明らかに張間屋側に傾いているように映る菊之助さんに音羽屋の後取りの覚悟を持ってと心から願うゆえ、しばらく距離を置くことで自覚を促しているといいます。歌舞伎界で断菊と称されるように、市川段十郎に次ぐ大名跡菊五郎を彼は将来継ぐのですから、 1>, 1月下旬、国立劇場に自家用車で優雅に現れた藤に話を聞いた。問いかけた記者には答えず、運転手を呼び、足早に劇場内へと立ち去ってしまった。かつて藤は本市のインタビューで氷力説していた、梨園に嫁いだ以上、家白踊り実伝える芸を継承させる、次にバトンを渡すという責任があります。しかも、芸を告げるのは男の子でないとという規律がありますから。 藤が訴えていた大名跡の覚悟、今の菊之助にはどう聞こえているのだろうか。菊之助といえば、これまでエスミマキコ、千葉なくららといった芸能界の美女との交際が伝えられた歌舞伎会切手のモテ男だ。それが一点、結婚相手に選んだ陽子さんは、名家出身とはいえ、銀座の高級宝飾品店和光に7年間勤務した一般の女性。だが、菊之助にとっては、 陽子さんでなければならない理由があった、おとわやの屋号を持つお上家は、歌舞伎の世界では名門中の名門で、特に、菊五郎、和市川男十郎と並ぶ大名席、将来、その、菊五郎、を継ぐ、長男である菊之助は、市川海老蔵と並ぶ歌舞伎界の超プリンスだ、だからこそ、嫁選び、は、慎重に行われてきた、象徴的な例が、エスミとの交際だ、 堂々の交際宣言までして尾上家に出入りし父菊五郎や母藤住子にも気に入られて結婚間近かと言われていたエスミだったが結局はしきたりや段取りを重んじる離縁の壁を崩すことはできなかったその理由として挙げられたのが年の差と跡取り問題だった当時菊之助さんは24歳エスミさんは35歳でした梨縁の妻に求められるのは 何よりも後継者となる男の子を産むことです。音は屋のような名門になれば、なおさらです。結局、二人は半年足らずで破局してしまう、交際当初、エスミをお気に入りと語っていた菊五郎だったが、途中からは結婚云々となると違いますと断言するようになり、案に二人の結婚に、のー、を突きつけていた菊五郎さんは、嫁は家庭を取り仕切るだけでいい、というのが持論で、 そもそも芸能人との結婚には反対だったんです。それは妻である藤さんに対する複雑な思いがあったからなんです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。皆さん、こんにちは。2017年には1月期。 カルテットにおける演技が話題及び、コンフィデンスアワード、ドラマ賞、ザテレビジョンドラマアカデミー賞を受賞するなどの、高い評価を受けた吉岡里帆さん、佐藤県の破局の真相に一同驚愕。今日は、吉岡里帆さんのことについて紹介します。まずは、吉岡里帆さんの経歴とプロフィールから紹介します。吉岡里帆は、日本の女優、京都府京都市右京区出身、 本名同じ。A チーム所属、京都在住で衝撃場の舞台に客演するなど、京都を中心に活動を続けていたが、2015年6月より上京、NHK ドラマ中美女と男子の後半にレギュラー出演して、朝ドラスタッフの目に留まり、同年後期の連続テレビ小説、朝が来たのヒロインオーディションでは、最終選考で落選したものの、 あの子に何か役をやらせたいと制作側から声をかけられる春演じるヒロイン朝の娘の親友役で2016年2月の第18週よりレギュラー出演後にヒロイン朝の信奉者となる丸メガネがトレードマークののぶちゃんこと田村木役をひたむきに時にコミカルに演じて一役注目を集める朝ドラ放送終了後の2016年4月には ゆとりですが何かに出演して、民放連続ドラマに初レギュラー出演を果たし、続けて、紙幣ですキャッシュ、メディカルチームレディダビンチの診断、カルテットまで4期連続でレギュラー出演、また、5月に美少女タレントの登竜門として知られる結婚情報誌、ゼクシの9代目 CM ガールに抜擢されたのを皮切りに6社の CM に起用され、 バラエティ番組への出演も増えるなど、着実に知名度を伸ばす。同年11月には知名度がそれほどなかった。2014年に撮影しお蔵入りとなっていた初主演映画、ハッピーウェディングが劇場公開。12月には福田雄一演出の舞台、ナイスガインニューヨークで、初めて商業演劇作品に出演して大きな劇場の舞台に立ち。 目標としていた東京の劇場の舞台にも初めて立つ佐藤健さんと吉岡里穂さんといえば日本を代表する俳優女優ですそんなお二人の熱愛報道は現在でも覚えている方は多いのではないでしょうかお二人の熱愛報道は週刊誌や本人たちの SNS の投稿でも話題になりました今回はお二人の熱愛報道の真相や破局理由 復縁の可能性について徹底解説していきます。佐藤さんも吉岡さんも、ドラマや映画、雑誌のモデルや CM など幅広く活躍しています。芸能人同士が交際に発展する場合、よくあるパターンとして以下の可能性が挙げられます。1、ドラマや映画などでの共演。二、元踊り子知り合い同士 OR 出身が同じ、三部知人の紹介。 佐藤さんと吉岡さんが出会うきっかけとなったのはどのパターンでしょうか芸能人カップル誕生の定番とも言えます。ドラマや映画で恋人同士、撮影期間に親睦を深めたことによる発展で、数々の熱愛報道が生まれました。佐藤さんも吉岡さんも、数々の作品に出演されていることから共演の線もあると思っていたのですが、なんとお二人の共演作が見つからない俳優、 女優の交際発展の可能性がある共演がきっかけではありませんでした。もともと知り合いや幼なじみである、出身や年齢が同じなどの共通点で仲良くなり、交際に発展するパターンです。幼なじみの場合だと、一般人のお相手とゴールインするパターンが多いですが、出身地や年齢が同じだったりすると共感できるものもあります。佐藤さんと吉岡さんにも当てはめて考えてみましょう。まず、 元踊り子知り合い OR 幼馴染みなどの可能性ですが、これはないに等しいと言えます。高校生の頃から俳優デビューを果たし、仮面ライダー伝王で女性から絶大な人気を誇っていた佐藤さん。一方でアルバイトを掛け持ちしながら、養成所の費用やオーディションを受けるための交通費を自力で稼ぎながら女優を目指していた吉岡さん。芸能界に入るきっかけや活躍の仕方も異なり、 共演もなかったことから知り合いの線は必然的に消えます。また、年齢に関しても、2022年の現時点で佐藤さんが33歳、吉岡さんが29歳とそんなに離れてはいませんが同意都市ではありません。出身に関しても佐藤さんは埼玉県、吉岡さんは京都府です。お互いの共通の知人、友人が開く食事会などがきっかけが多いです。 知人、友人の紹介になるので、全く知らない初対面の人よりは警戒が薄くなり、特に芸能人同士の紹介だとお互いの存在を知っています。佐藤さんと吉岡さんが出会うきっかけを作ったと言われているのが、俳優の白田優さんです。白田さんと佐藤さんは、付き合いも長く、お互いが仲良しであることを公表していました。吉岡さんと白田さんの関係としては、 2015年に上映されたアカラスでの共演が挙げられます。佐藤さんと吉岡さんの共通点としては、猫が好き、アニメや漫画が好き、ゲームが好き、映画、舞台鑑賞が好きなどが挙げられ、お互いのことを知る白田さんが、二人を引き合わせたのではないかと言われています。お二人の出会うきっかけが分かったところで、なぜ熱愛報道が生まれたのかを解説していきます。 出会うきっかけがあったとはいえ、必ず交際に発展するとは限りません。二人の熱愛が報じられた内容を順番に追っていきます。2017年8月に佐藤三宅に吉岡さんが訪れて密会していると報じられました。吉岡さんの髪が濡れている状態で会っていたことなども報じられており、親密な関係が想像できます。しかし、この時点では双方の事務所は、 交際の事実はなく、友人の一人です、とコメントしています。理由としては、社交的で友人も多い佐藤さんが、よく友人を招いてゲームを楽しむことが知られていたため、二人で会っていることだけでは、交際を確定するまでには至らなかったのではないかと考えられます。2018年8月頃に、千鳥の信さんがインスタに投稿した一枚の写真で熱愛報道が加速しました。 佐藤さんが写真に写っているのですが、佐藤さんの左手の中指に指輪が見えます。結婚指輪は左手の薬指につけるものなので、恋人とのペアリングの線は薄いように感じますが、SNS 等では多くのファンが、吉岡さんとのペアリングでは、と考えていたようです。佐藤さんは、指輪をつけることはあまりないし、衣装の一つでただのファッション、とコメントしていましたが、 2018年10月にバラエティ番組に出演した際にも指輪をしていました。遠目からではわかりづらいですが、シルバーでデザインも似ていることから同じものではないかと推測されます。共通点も多く、ペアリング疑惑もあったことで結婚の可能性もあった2人ですが、2018年の11月に破局報道がありました。2017年にスクープされたのが始まりになるので、 交際期間としては約1年ほどになります。どうして破局報道が報じられたのでしょうか二人の破局を報じるきっかけとなる事件で、番組収録中に吉岡さんがロケバスに閉じこもって、号泣したことが報じられました。共演者の安倍貞夫さんが、話の途中で佐藤さんの名前を出したことが発端となり、このことから二人は交際していたことが伺えます。しかし、 根拠が薄いため、この報道が嘘の可能性も十分にありえます。二人の関係が終わるきっかけは、佐藤さんがきっかけの説が濃厚です。理由としては、佐藤さんの過去の女性返歴があります。人気女優との熱愛報道が数多く報じられ、年下年上関係ないことから、そのプレイボーイっぷりが有名です。そのため、二人の熱愛報道が出た時に、吉岡さんのアンチが増えて、 ファン離れが加速したと言われています。今回の破局報道も佐藤さん側が別れを切り出したのではないかと言われています。2018年に破局が報じられた二人ですが、2020年以降から復縁の可能性が囁かれていました。なぜ復縁の可能性が浮上してきたのかを解説していきます。理由としては2018年の破局報道以降に、 佐藤さんの熱愛報道が浮上してこなかったことが挙げられます。共演キラー。としても有名な佐藤さんが数年経った後でも熱愛報道が出ないことを受けて、SNS では、二人は復縁したのではと囁かれていました。しかし、現在に至るまで復縁したという決定的な報道はなく、現時点では復縁は考えられません。復縁の可能性が低い理由を解説していきます。 朝の情報番組で、吉岡さんが出演している際に、佐藤さんが主演の映画の告知をされていたそうです。映画の告知が流れた際に、吉岡さんがカメラに映らなくなったことから、吉岡さん側の事務所の NG が出たのではないかと言われています。SNS でも取り上げられており、破局から数年経過した後だったこともあり、復縁の可能性の低さが伺えました。吉岡さんと破局してから、 根拠のある熱愛報道は報じられていませんでしたが、メディアが注目する女優さんが出てきました。ドラマ、恋は続くよどこまでもで、佐藤さんと共演している女優の上白石萌音さんです。番宣でも近い距離の二人に、メディアやファンは注目しています。いかがだったでしょうか現在でも、日本を代表するお二人です。佐藤さんも吉岡さんも今後の活躍に注目が集まります。 最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回でお会いしましょう。大人げロックバンド、チェッカーズのボーカルとして人気になり、ソロでも数々の名曲を生み出したシンガーソングライターの藤井文也さん。 今日は藤井文也さんのことについてご紹介します。藤井文也さんは1962年7月11日生まれた。藤井さんの実家は福岡県南部の久留米市山川町にありましたが、現在は解体されているようです。自身も2023年現在で61歳と歓暦を迎えており、母親も高齢となっているため実家を解体し引き払ったのでしょう。父親も1995年に亡くなっているそうですので、 高齢の母親を自宅に一人というのは嫌だったのでしょう。現在は施設に入っているという噂もあります。藤井さん自身は東京を拠点に活動されており、東京に来るよう話を何度かしたようですが、その話は断られているようです。息子の立場からすれば故郷に一人でいさせるのも不安だとは思いますが、いつまでも住み慣れた久留米にいたかったのでしょうか。そんな実家ですが、昔はプライバシーの概念があまりなく地元が、 知れ渡っていたファンの聖地としてよく巡礼もされていたようです。お客さんに対して藤井さんの母親も良好な関係を築いていたようで、お客さんと食事したりすることもあったそうです。クルメの温かいフードと人情がこうした素敵な関係を築いていたのでしょう。甘い歌声とマスクで、とても高い人気を誇ったシンガーソングライターのフミヤさん、大人気ロックバンド、チェッカーズ時代の活躍は、凄まじいものがありました。 そしてグループを解散してからは本格的にソロ活動を始め、安定して名曲を世に出し続けていましたよね。特に大人でドラマ、明日なろ白書の主題歌でもあるセカンドシングル、ブルーラブは多くの方の記憶に残っているのではないでしょうか。時代を代表するような名曲と言っても過言ではないかもしれませんね。そんな彼を作り出した過程とは、どのようなものだったのでしょうか。調べてみると、 どうやら少しだけ一般的なそれとは違っていたのかもしれません。それは父親が謎多き人物だったということです。文ミさんは父親について謎の人物だったと語っています。国鉄に勤めていたそうで、都市駅の駅長も勤めたという話があるようです。おそらくは、それなりの給料をもらっていたことでしょう。しかし、その父親は生活費をほとんど出さなかったそうです。酒やギャンブルなどで遊んでいる様子もないので、 フミヤさんもお金がどこに消えているのか不思議に思っていたようですね。そして子供の頃に藤井家の仏壇に見知らぬ女性の写真が飾ってあったとのこと。フミヤさんはその人物が誰なのか気になっていたそうですが、ある時父親の前妻であると分かったそうです。子供にとってはそういった話が発覚することは衝撃的ですよね。母親に対してフミヤさんも自分が誰の子なのか聞いたそうですが、自分の子供だと答えられたそうなので、 彼は再婚後にできた子供なのでしょう。仏壇に前妻の写真が飾られていたことから、おそらくは死別したのではないでしょうか。そういった意味では、父親があまり多くを話したがらなかったことは、理解できる気がしますね。こうして色々と調べてみると、少し不思議な人物ですが、誰にでも謎はあるもの。昭和の時代は、怖い父親という存在も普通に見られた光景だと、言われています。 決してフミヤさんとの関係が悪かったというわけではないでしょうから。そういった点では誤解しないでくださいね。フミヤさんの母親は、どうやら米子さんという名前のようです。美容師だったそうで、美容院を経営していたという話も、関連する記事などを調べていると、どうやらとても忙しくされていたそうです。そして、フミヤさんは母親のことを、おふくろと呼んでいるようですね。家計を支えていたという話もありますので、 家族のために頑張っていたのでしょう。フミヤさんがプロデビューした時も賛成してくれたそうですから、子供の意志を尊重する人柄なのでしょう。偉大な母といった印象を受けます。もしかしたら、フミヤさんに一番影響を与えている人物なのかもしれません。1980年代にアイドル的な人気だったチェッカーズですが、解散にまつわるメンバー同士の確執が取り沙汰され、再結成は絶望的と言われていました。 確執があったのはメインボーカルの藤井文也さんとサイドボーカルの高木義彦さんとの間です。文也さんと高木さんは保育園の頃からの中で幼馴染みでした。どうしてこの二人の間に確執が生まれたのでしょうか。2022年に伝説のライストライブが劇場公開されるなど再結成の期待が高まっていますが、これまで再結成は難しいとされていた原因である文也さんと高本さんの確執について調べてみました。 デビューから4年が経とうとする頃、アイドルバンドから、本格的なバンドへと脱皮するために、メンバーの作成する楽曲をシングル曲に選び、勝負をかけました。商業的には大成功していますが、それぞれのソロ活動も活発になり、徐々に足並みが揃わなくなり始めました。そして、1991年末に藤井文也さんから解散の意向が告げられ、竹内さん、大土井さん、直行さんがそれに賛成し、鶴久さん、 徳永さんは保留しました。解散に真っ向から反対したのは高木さんただ一人だけでした。ですが、所属事務所の社長の意向により1992年末をもって解散することが決定し、同年の紅白歌合戦出場を最後にチェッカーズは解散となりました。高木さんは納得できないままの解散になってしまいました。ファンに向けての解散理由は、それぞれのソロ活動を進めるうちに道が変わってきた、と。 されていました。2004年8月に、チェッカーズのドラマーだった徳永吉也さんが絶眼で、亡くなりました。徳永さんが亡くなるまで交流があった藤井文也さん、直行さん、竹内さん、大土井さん、そして当時徳永さんと、音楽活動をしていたワイルド G の熊富太郎さんの5人が発起人となり、徳永吉也を送る会が開かれることとなりました。それに抗議したのが高本さんと鶴久さんです。 同じチェッカーズのメンバーでありながら発起人になれなかった二人は、ワイドショーなどに出演し、不満をぶちまけました。そして、フミヤさんと高木さんの不仲を決定的にしたのは、徳永さんの送る会でのフミヤさんの発言でした。徳永さんの告別式の際にフミヤさんから高木さんに元気かと声をかけ、やりとりがあったそうです。それに関しては高木さんも、解散以来12年ぶりに再会して声をかけてくれて、そりゃ嬉しかった。 と言っていました。ですが、徳永さんを送る会で高木さんの所長、チェッカーズについて、質問された文也さんは、木、高木薬の本はデタラメな内容だから、読んでません、とコメントしたのです。それを聞いた高木さんは、また激怒しました。他人に言われたなら、何とも思わないが、ガキの頃から一緒だった文也だったから許せなかった、と、憤き通りを感じたそうです。これが決定だとなり、 チェッカーズ再結成は絶望的とも言われています。鶴久政治との関係は徳永吉也を送る会で発起人になれずに、高木さんと共にワイドショーで、抗議をした鶴久さんですが、高木さんとの間には温度差も感じられました。チェッカーズを解散し、文谷さんたち4人は所属事務所を抜けましたが、高木さんと鶴久さんは元いた事務所に残りました。そのために、解散後の行動に関して、 事務所を辞めた4人と残った2人に分かれていただけだった。と当時を振り返っていました。また、確執騒動に関しても、フミヤさんと高木さんは幼い頃からの付き合いで、2人にしかわからない何かがあったんだと思う、と言い,い、鶴久さん自身は複雑な思いだった、とも発言していました。チェッカーズのメンバーでも年下組だった鶴久さんは、騒動に巻き込まれてしまったようにも見えます。チェッカーズ解散後も歌手として活動していますし、 チェッカーズ再結成を一番望んでいるのは、鶴るさんかもしれません。藤井文也さんは中森明菜さんと、ひょんキょんこと小泉京子さんと交際をしていた、という噂がありますが、どちらもただの噂で真実ではないそうです。藤井文也さんにはデビュー前から付き合っていた彼女がいて、現在は文也さんの奥様になっている女性がいます。奥様とは中学生の時に知り合い、高校生の頃からお付き合いをしていた、とのことです。 結婚は、チェッカーズとして活動中の1990年でした。現在では音楽をやめているメンバーもいるようですが、いつかまた揃って再結成を果たしてくれれば、天国の徳永さんも嬉しいのではないでしょうか。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。 アイドルグループ、ゆるめるも、2在籍、現在は、ゆるめるも、を引退し、タレント、歌手、ミュージシャン、モデル、など、様々な場面で活躍をしているあのちゃん。独特なキャラで大人気のあのちゃんですが、その背景には多くの事実が隠れているようです。今回は、あのちゃんの独特なキャラクターについてや、病気や過去についてお話ししていこうと思います。ぜひ、 最後までお付き合いください。名前、あのちゃん。本名、清水綾野。性別女性。青年月日1997年9月4日。身長165センチメートル。出身、千葉県柏市。血液型 A 型。最終学歴日本体育大学柏高校。あのちゃんは、2013年から芸能界での活動を始め、所属事務所は、トイズファクトリーに所属しています。 デビューに至るまでは周囲と上手くなじめず、中学時代は保健室登校で過ごし、高校を入学直後に中退、引きこもり生活を送っていました。学校以外の居場所を求め、スーパーマーケットでレジ打ちアルバイトをしていましたが、接客は苦手だったようで、しばらくして辞めてしまいます。そんなあのちゃんですが、アイドルには興味がなく、ミュージシャンになるつもりもなかったのですが、 ツイッターのリツイートでメンバー募集を見かけ音楽が好きな人お笑いが好きな人と募集要項に記載がされており雰囲気が緩そうで楽器の演奏もできそうだったことから応募に踏み切ったと語っています応募後は面接に躊躇しプロデューサーからのメールを無視していましたがライブに一度来てくれるだけでも良いなどと繰り返し誘われたことから 思い切ってライブ会場に足を運びます。そこで見たライブは未完成なものであったこと、自分が求められる経験が初めてであったこと、他に今後やることがなかったことを理由に、成り行きで加入することとなりました。現在では数々のメディアに出ており、瞬く間に有名人になってしまいました。あのちゃんはキャラクターが個性的で、た足らずでゆっくりとした小声の喋り方が特徴的ですよね。 インパクトはかなり大きく、一度見たらなかなか忘れられない方も多いと思います。あのちゃんのキャラを懸念に思うならまだしも、その独特な喋り方は嫌い、深いなどと感じる方も少かなからずいるようです。その上でこの独特な喋り方を中心に、その言動について何らかの理由があるのではないかと考えられてもいるようです。その一つがキャラ作りという意見です。 独特な言動は天然ではなく、意識的にわざとやっているのではないかというのです。その一つの根拠として、過去にあのちゃんの映像と現在のものを比較して、昔はもっと自然体で話していたなど言われています。過去のあのちゃんの態度が慣れない芸能界で、生き抜くために身につけようとしたキャラであった可能性があります。好き嫌いは分かれるかもしれませんが、 その真意については、あのちゃん本人しか知らないでしょう。また、あのちゃんの特徴的なこととして、一人称が僕であることが挙げられます。芸能界には様々な人がいるので、特別おかしなことでもありませんが、それでも印象に残るのは確かです。なぜ、一人称が僕なのかという理由について、ネット上ではキャラ作りではないのかとの意見が多数でした。他にも、 中誠的でありたいから、女性らしいと思われたくないから、ではないか、などの意見も見られるようです。そのような声に対して、あのちゃんが自身のインスタグラムでは、そもそも海外に行ったらみんな自分のことを愛、私って言うでしょ男の人でも私って言うけれど、それにわざわざなんで私って言ってるのって聞くの、理由なんていらないんだよそもそもこのように。 まず前提として一人称に対して特別な理由付けの憶測に対しても反論を加えています。中性的なんて思われようと思って変えられるものでも、なければ女性らしくない人でも私って、行ったり一人称なんかで何も変わらんけどね。芸能界を生き抜いていくキャラ作りなんてもってのほか、今みたいにお仕事する前だし、そのためなわけがない。そのためにしてることなんて何一つない。 何もわかってない、このように、中性的であることへの願望やキャラ作り、という理由を強く否定しました。普段テレビで見かけるあのちゃんは、自分の意見を主張する場合でも、うまくマイルドに発言する印象があります。そのため、この一人称に対する強い誤調を見る限り、相当腹に据えかねている問題だったということなのかもしれません。ただの好みであるとか、 なんとなくということなのかもしれませんね。あのちゃんはその個性的なキャラクターゆえに、面白いと評判があります。人気バラエティ番組、水曜日のダウンタウンの出演や、ラビットのドッキリ企画など、可愛らしく不思議な見た目にもかかわらず、芸人顔負けの面白いトーク力が光り、バラエティ番組に引っ張りだこ、ツイッターなど SNS でもかなり話題になっているようです。 ネット上には、あのちゃんのキャラ作りという意見以外に、精神障害ではないかと噂になっています。あのちゃんが精神障害を抱えていると、公表はされているわけでもなく、ただの噂や憶測に止まっています。また、本人はコミュニケーション障害だと認めているようです。もちろん本人はコミュ障が原因で、今まで、苦労してきたこともあるようですが、 部外者がその点に関して障害という強い言葉を持って何か指摘したりするのは不適切でしょう。他にも普段のあのちゃんの仕草を見てチック症ではないかと言われてもいるようです。チック症とは不規則で突発的な挙動が無意識に繰り返される疾患のことです。しかし、チック症は根本的な原因が解明されているわけでもなく、あのちゃんに結びつけるのは 何の根拠もないこじつけだと思われます。さらにあのちゃんは、かつてリストカットの写真を投稿して少し話題になったことがあるそうです。そのため、何らかの心の病を心配されたということもあるかもしれません。この点に関しても証拠があるわけではなく、本人の公表もありません。あのちゃんの性格、言動の理由について憶測をご紹介してきましたが、 どれも明確な根拠付けのあるものではなく、単なる噂やただのこじつけに近いものだと言えるでしょう。あのちゃんは、ゆるめるも、の3期生メンバーとして加入し、グループ内ではギターを担当していました。知名度を誇るアイドルグループで、その中でも、あのちゃんは役者としてドラマや映画に出演したり、モデルとして活躍してきました。その後、 2019年9月30日に、緩めるも、を脱退。バラエティ番組への出演が増加したのは、その後だったので、あのちゃんが元アイドルであることをあまり知られていないのは、これが理由だと思われます。そこからは、モデル、女優さらにはタレントなど、活動の場を広げていくのと同時に、音楽活動を続け、2020年には、あのの名でソロ活動を始めました。 2021年にはバンドイズを結成し、ボーカル兼ギターとして活動しています。2023年公式のプロフィールでは、本名、青年月日、年齢が非公開になっていましたが、過去のインタビューなどによって、その情報はある程度明らかになっています。そして、あのちゃんの本名は清水彩乃さんだと言われています。かつてファッション誌、HR、 に掲載されていたことで判明されたそうです。青年月日は1997年9月4日ではないかと言われており、さらに出身地は千葉県柏市で最終学歴は私立日本体育大学柏高等学校中退との情報もあります。今のあのちゃんのキャラから考えて、体育系の学校出身というのはどうにも信じられないように思えますよね。バラエティ番組。 ロンドンハーツの運動会の企画で良い成績を出した上で、最後には悔し涙を流し話題になっていました。とはいえ今の芸能界では、マルチタレント化するのは、ある種当然の流れだと思われます。あのちゃんは、他にも命に関する話題があります。2023年4月10日、世界丸見えテレビ特捜部にゲスト出演したあのちゃん、かつて一家月間食事を堂。 夏だけで生活していたことを明かしました。ご飯などがあまり得意ではなく、1ヶ月ドーナツにはまった時期があり、その結果、食べ続けて3キロ痩せました、と言います。また、2月11日に出演した、川島明の芸能界通信帽では、約18万円する大型冷蔵庫の中には、お菓子とアイスしか入っていないと明かしています。番組で本人が語ったところでは、敗者からは、 ちゃんと食べないと歯がダメになると指摘され、除霊師からは大地のものを食べないと3年後に死ぬ、と余命宣告された過去もあると話していました。今や飛ぶ鳥を落とすかの勢いで大人気のあの治安、多忙が続く中で、やはり心配なのは極端に偏った食生活ではないでしょうか。あのちゃんの独特なキャラに惹かれファンになった人も多いと思います。体に気をつけ。 今後の活躍にも期待したいところです。最後までありがとうございました。